今回は国風文化の4回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。まずは書道ですね。三席と呼ばれる達人たちがいました。一人はこの藤原の助政で、次ですね、誰か、答えは藤原の行成ですね。で、最後が小野の道風、この3人です。で、特に作品で覚えてほしいのはこちらですね。藤原の助政の代表的な書状です。それを何というか、答えは離楽状と言います。で、今ここ三席とやりましたよね。皆さん覚えてますか？平安時代の初期に三筆と呼ばれる書道の達人たちがいたこと。ではその3人思い出しましょうか。はい、ちょっと復習。はい、OK。そうですね、嵯峨天皇、空海、立花の早成でしたよね。その三筆と三席ですね、必ず区別して覚えてください。では次ですね、その他いきます。まず上ですね、男子の正装、勤務服ですね。これを何というか、答えは束帯と衣冠と言います。これはぜひとも図録やネットの画像で確認してみてください。では下ですね、今度は公家女子の正装になります。これを何というか、答えは十二人絵と言います。この人絵がなかなか読めませんので、ぜひともここで覚えてください。こちらもぜひとも図録やネットの画像で確認してもらえたらなと思います。今回はここまでです。ありがとうございました。